吉田さん、金が全てじゃないですよね。でも全てのことには金がかかってくるからとりあえずお金持ってないと関われないものが増えていくってことは確かだと思うんですよはい今回の名言はですね松島奈々子さんからお届けしようかと思います松島奈々子さんが何かのドラマの中で言っていた言葉なんですよねそのドラマは松七子さんが少しでもいい、 男性とと巡り合っってて結婚したいと思ってい思るそんなストーリーが中心にあるわけですよねそこで松嶋菜々子さんこんなことを言われるんですよ結婚っていうのは最も冷静に考えないといけないことなのに最も感情的に行動する人ばかりだとこんな内容のことを言ってましたねいやこれはなかなかね確かにその通りだなと感情に任せて恋愛に落ちてそして結婚を申し込むそして結婚を受けるこれ本当にね感情が最大限に発揮された瞬間だと思うんですよ でも現実ってのはロジカルですよねどこまでも冷たく規定通りに行われます嫌なこともあれば嫌な面も見ます反りが合わないこともあればこんな一面があったのかと思って落胆することもあるのがまあお付き合いして結婚生活をして気付く真実なのかなと思いますよねまあ私が思うのはこれをねお金に関しても言えるんじゃないかなと思うんですよ最も,も冷静に考えないといけないんですよねビジネスをやる投資をやる考えるお金を稼ぐ ここを我慢してこれを突破してこれをやり込まないと稼げるようにならないなと思うのに感情的に疲れたどうせみんなうまくいってないし一部の人だけでしょ億万長者合宿に参加したら稼げるようになるんですかまさに感情的発言ですロジカルに考えると億万長者合宿に参加した人が億万長者になるわけがないですそんな場所は人類が過迫して以来一回もありません 逆に、億万長者合宿に参加しなくても、億万長者になっている人がいることを考えたらどうでしょうか。参加しようがしようがいあまり関係ないんですよ。ただ、自分なりのきっかけをつかみたいとか、ずっと考えていた会いたい人に何か励ましてもらいたいとか、知った激励してもらいたいとか。さまざまな自分の気づかないに気づくために、億万長者合宿参加するのかもしれませんし、少なくとも億万長者合宿っていうのはね、会場に行かなくちゃいけないんですよ。お金を払わなくちゃいけないんですよ。お金を払っていく。 その程度に躊躇している人に果たしてお金持ちになる道って用意されてるんですかねどうなんでしょうかね、うん、他に億万長女合宿がいっぱいあってねどこに行くのか迷ってるって話は別ですよあの時の億万長女合宿多分日本であの一箇所だけですよやってんので未だに億万長女合宿なんて大層なね、合宿やってるとこありません非常に貴重な機会だったんじゃないかなと思います 最も冷静に考えなければならない時に最も感情的に行動するそれがお金を手放している人の現実なんじゃないかなと思いますけどね私。